こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。新型ステルス潜水艦の開発を目指し、各部分での開発が進んでいる。これにはテストも必要になるが、ソナーの開発も日本では進んでおり、やはり米国も注目している部分だと分かった。また新型魚雷の性能にも注目して今回は話してきますね。なんだか未来の新型潜水艦の技術に度肝を抜かれるかもしれませんね。通常動力型潜水艦では考えもつかない動力源が生まれるなんて。海上自衛隊では2021年の就役に向けて双竜型潜水艦12番艦であり同型最終艦である東竜の準備を進めています。その一方ではすでに双竜型の次級クラスの潜水艦開発もスタートしています。まだ名称も決まっていないので便宜上3000トン級潜水艦と呼ばれる。場合が多いこの新型潜水艦はデータの多くがやはり不明ですが、排水量では双竜型より約100トン以上も多くなる見込みと言われています。3000トン級潜水艦は2020年6月現在3隻の建造が進行中です。その外観はもちろんですが、各種システムも基本的には双竜型。11番艦である双竜艦以降の仕様を引き継ぐだろうと推測されています。ということは3000トン級潜水艦の推進方式はディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池併用と考えられます。非待機依存推進機関は採用しないので、さらなるバッテリー性能の向上を図ろうとしていると考えられます。海上自衛隊の計画では就役させる潜水艦数を合計25隻まで引き上げようとしているそうです。これらの内訳は実動艦が22隻、テスト用に1隻、そして練習用に2隻という構成になると見られています。2020年6月時点の配備数は22隻です。その内訳は親潮型が9隻と双竜型が11隻で、これらは実動艦となります。親潮型2隻は練習用の艦です。ここに新規として双竜型の東竜と3000トン級潜水艦3隻が加わることになります。この4隻の新型潜水艦が全艦就役となれば、旧式の親潮型潜水艦の中で実際に稼働するのは7隻で良いという計算になります。というわけで、対象になる7隻に対して耐用年数延伸を目的とした改修工事が行われる予定となっています。要するに予定している25隻体制を双竜型12隻、親潮型7隻、3000トン級3隻の合計22隻の実動艦と親潮型3隻をテスト用練習用艦に分けて配置するという布陣を目指していると推測されます。3000トン級潜水艦ですが、全体の外観も双竜型の
延長線上にあり、似ている X 字の完備の舵や、船体全部に設置されているセール部分など、これまでの船配艦のスタイルを引き継いだ。踏襲したものになっています。2031年頃になると、予想されている3000トン級潜水艦の収益ですが、その時になれば、リチウムイオン電池の性能も向上するでしょうし、あるいは燃料電池の開発や実装も考えられますから、今まで以上に、長時間の連続潜航時間、距離を獲得することになるでしょう。この3000トン級潜水艦には、一見して新しい基軸の採用は、ほとんど見られませんが、現行の双流型、鋼流、等流に応用された技術を一段と高めて、潜水艦としての完成度をアップさせたものであると言えるようです。何と言っても注目されるのは、その兵装ということです。新型の GRX-6 型の長魚雷が実装されると予想されています。これらは既存の他の潜水艦に配備されている現行の89式超魚雷から GRX-6 型に置き換えられていくことになると思われますが、当然の茂行きでしょう。この GRX-6 型超魚雷というのは、深い場所で使用できることは、言うまでもありませんが、比較的浅い海域でも使用できる長魚雷と、考えられています。特におとりとなるデコイ、デコイなどと本体とを、識別する能力が飛躍的に向上した魚雷と言われているそうです。デコイというのは、おとりのことですが、敵を欺瞞、騙すして、本物の目標と誤認させる目的で展開させる装備の総称を指します。古いところでは、大平木楠木正成が、千早城の戦いにおいて、藁人形を、兵士と見せかけたというエピソードがあります。三国志などでも、こういったエピソードがありそうですね。今後、海上自衛隊が主戦場になるだろうと考えられる海域が、今までよりも浅い海域にシフトしつつあることが明らかになっていると考えられます。同時にそれに対応して、戦術面でも刷新が感じさせるものになっているようです。2019年6月に幕張メッセで開催された催しでは、この3000トン級潜水艦の次級潜水艦のコンセプトモデルが早くも提示されました。なんとも気の早いことですが、その外観イメージが注目を集めたそうです。というのは、建造元である三菱重工業が公表したコンセプトモデル潜水艦のスタイルが想像の上を行くもの無だったからです。多くの人がこれまでの流型や後継艦である3000トン級艦に似たデザインと予想していたはずです。しかし、それらとはかなり異なるデザインテイストだったのです。具体的に説明すると、これまでより小型になったセールが、船体のより後方に移動しただけでなく、形状も、はっきりと流線形といえるデザインになっています。パッと見では、ロシア製潜水艦に近いと思われる形です。また、X 字の舵が、艦尾に設置されているのは、従来の通りですが、これまで、使用されていたプロペラ型スクリューがなくなり、
ポンプジェット式推進システムになったことで、さらに静粛性を強めることを目指しているのになっているように思われます。ポンプジェット式推進方法は、現状ではアメリカやロシアの高出力源泉にのみ実用化されているテクノロジーです。この方式を通常動力型潜水艦の推進でどれほど有効活用できるのだろうかという点も今後の課題と考えられています。公開されたコンセプトモデルは、あくまでも現状でのイメージでしょう。ですから、果たして、どこまで、実際に、艦艇建造の際に実現されるのかは、不明確な部分が多いとみなされますが、現行型から、大きく進化していくことには、間違いはないと思われます。しかし、世界の情勢を今現在考えてみると、最大の仮想敵国と目している。中国は、すでに、原子力推進型と通常動力型2種類の潜水艦を、70隻余りも保有しています。この潜水艦は、攻撃型、戦略型の両方があります。言うまでもなく、日本との数の差はますます拡大しつつあることは言うまでもありません。すでに水上戦闘艦の数でも中国海軍に大差をつけられている日本です。こうなれば数で対抗する戦術はすっぱりと諦め、ステルス性や探知性能などのテクノロジーの向上、兵装のクオリティアップなどで立ち向かうしか残された方法はないように思われます。このような状況を踏まえ、また、省力化と人間に依存する潜水艦の運用方式を改めるために、やがては実用化されるだろう、無人潜水艦の開発に力を注いでいく必要性が高くなっているのではないかと、推測しているところです。